Recording. Been so long. Alright, two episodes today. It's always good time when it's Conan time. Let's go. あけましておめでとうございます。 2022年 を迎え 皆さんのおかげで 名探偵コナンの放送も 27年目がスタートしました。 去年、一昨年と大変厳しい時期が続きましたが その長いトンネルを早く抜けられるよう願っています。 皆さんも体調にお気をつけて テレビ、映画、 そして少年サンデーの応援をよろしくお願いいたします。 Okay, it's a new opening actually. Alright, I'm gonna watch the opening on YouTube. But you're gonna see what I feel about it, okay? See you all in a second. Okay, I forgot the episode volume. But it's fine. Yeah, maybe I'll cut that, maybe I'll keep it, I don't know. We'll see. Alright, let's go. Movie? Okay, I didn't watch the last movie actually. Their name, right? Is that strange? How he didn't know? Something's wrong with Conan. しかし、あの兄弟の母親が家政婦をやってたのって、どこの誰のお屋敷だったんだろうな。ああ、それやったら伊織忠志筋に聞いたで。お前もよう知ってる有名人のお屋敷や。有名人？将棋の六冠を羽田秀吉名人の実家の羽田家や。 I didn't know that was Yeah, I didn't know this actually. 大金持ちの御曹司だったってわけか。今将棋で検索したら大抵このニュースばっか。ああ、いや、I actually get confused. I forgot he was their brother. Yeah, it's not my fault. Come on. The show is really between what's they called? Yeah, the gang who drugs everyone, yeah, between that and other stuff, you forget. Yeah, fine. Didn't show up.
ああ。遺体で発見された事件。未だ進展なしか。なお、遺体のそばに放置。 されていた将棋盤の足が一つ切り取られていたことが新たに警視庁から発表された。なんで将棋盤の足が一つだけ？ねえ、その800名がって何？あ、いや、これはそれは八百長と言って勝負にわざと負けたりすることを言うのよ。ほら、ゲームで江戸川くんがあなたたちに負けてあげてるやつよ。 あれわざとだったのかよ。あ、バレたか。いや、マジで負けてんだけど。でも、八百長ってどこから来た言葉なんでしょうか。さあ、相撲とか？案外将棋が由来だったりするかもな。それは将棋じゃなくて。I had a feeling he was that's what him. 昔、八百屋さんの長兵衛って人がいて、みんなに八百長って呼ばれててね。囲碁仲間に店の品を買ってほしいから、わざと負けて機嫌を取ってたんだ。でもある日、長兵衛さんが本因坊秀玄って強い碁打ちと互角の勝負をしてしまい、周りのみんなに長兵衛さんの囲碁の実力がバレてしまったんだ。で、それ以来、 自分や誰かが得をするために、わざと負けたりすることを八百長って言うようになったわけさ。ああ。ねえ、太鼓名人。この遺体で見つかった錦戸騎士って人と対戦したことある？ああ、イベントで何度かね。特に印象のない騎士だったけど、一度だけ彼がトイレから帰ってきて刺した手が。 とんでもない場所でびっくりしたよ。まあ、wait、maybe that was not him。ところでさ、今日はユミさんとデートなの？え、どうして？だって着物着てない時はおひげ生えてるのに、今日はおひげ剃ってる。Oh yeah。そういえば気がつかなかったぜ。ち、違う違う。 大事な人と会うからだよ。デートじゃないよ。じゃあ、またね。なんだ、デートじゃねえのかよ。当たりだと思ったんだけどな。何してるのユミさん。何って、尾行してんのよ。重吉をね。どうして尾行なんか。Don't worry, he's not cheating, actually. したってわけじゃないんだけど、なんか最近妙なのよ。中吉のやつ、おめかしして、こそこそ出かけることが多くて、行き先聞いてもごまかしてるし。まあ、一緒に暮らすようになったから、見なくていいところまで見えちゃうっていうか、多分私の思い過ごしだとは思う。 Just overthink. それって十中八九。 浮気の可能性が高いわよ。やっぱり同棲し始めたことがきっかけじゃないかしら。男は好きな女が自分のものになったと分かると安心して浮気に走るケースが多いらしいから。おいおい。やっぱり尾行を続行する必要がありそうね。頑張ってね。え、え、あ、ちょちょちょ。 What the hell? Why couldn't I? Conan face. ただ単にドーナツ買ってるだけだと思うよ。ええ、問題は誰に買ってるかよ。 でもたくさん買ってるみたいだから。友達が集まって飲み会でもするんじゃない？大食いの女って線もあるでしょ。そうだね。
それよりさ、太鼓名人のご両親には会ったの？いや、まだだけど、プロ棋士を目指してた頃、すごいお金持ちの家に養子に入ったことは聞いたわよ。その家の息子さんは将棋の天才だったんだけど。すごいお金持ちの家に養子に入ったこと。を目指してた頃、すごいお金持ちの家に養子に入ったことは聞いたわよ。その家の息子さんは将棋の天才だったんだけど、事故で亡くなって。Okay, I'm sorry. Oh. 将棋の天才だったんだけど、事故で亡くなってしまって、養子になって息子の夢を叶えてくれないかって頼まれたね。Oh. やっぱり羽田浩司は資産家の御曹司。太閤名人は彼の夢を継ぐために羽田家の養子になった。まあ養子になった一番の理由は中吉が将棋にドハマりしちゃったかららしいけど。Oh. じゃあ太閤名人の本当の家族にはあったの？それもまだなのよ。なんかお母さんとお兄さんと妹さんがいるみたいなんだけど、どうせ中吉に似てのんきな家族なんでしょうね。いや、のんきな人は一人もいないと思うよ。出てきた。スタードーナツ。Well, that's... ってことは、嘘、このお店スタードーナツじゃない。前に私が雑誌で見つけて今度食べに行こうって中吉におすすめしたお店。ああ、まさか中吉、私のために。おい君たち。あ女。嘘、このお店スタードーナツじゃない。前に私が雑誌で見つけて今度食べに行こうって中吉におすすめしたお店。まさか中吉、私のために。おい君たち。あ、お女。Why is giving him that? Because I know he's not cheating on her. I found it in the magazine and taught her. Yes, Yumi-tan. Yumi-tan? Yumi-tan. 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 Yumi-tan.もしかして太鼓名人の彼女さんのユミさん？いつも名人からのろけ話聞いてます。あ、どうも。でもユミタン、どうしてここに？それにコナン君まで。それはユミさんが太鼓名人のコナン君がスタードーナツ食べたいって聞かなくて。で、これって何の集まり？将棋の勉強会？その女の子たちと。Oh. うん、彼女たちは女流棋士で平日も高いレベルで腕を磨きたいって言うからたまに顔を出してるんだ。へえ。ま、本当は彼女のお父さんに頼まれたからなんだけどね。はい、彼女のお父さん。ああ、ほら、山梨でやった名人戦の対戦相手の勝又力王将だよ。おお、それでは封じ手を開封します。 Oh, this guy! I remember this. 5-6銀。When he left the... 調光します。え、羽田六冠が He did left. 東京に行ったって。Oh, yeah. 対局中は携帯電話の類に一切手を触れないというのが暗黙のルール。彼に何があったかは計りかねるが、
彼は長考すると宣言して席を立った。この名人勝俣力との勝負をまだ捨ててはいないということだ。まとうじゃないか。私を破り七冠を制して神になろうとしているあの男を。試合って何よ。ああ、実は今日名人戦だったんだ。名人戦？それどこで何時？よもの。It's recording again. And we're back. Okay.Away for a long time, but for you it was just a second. Okay. All right, let's go. 試験の時はホテルに3時までに。Is a recap? あと1時間半もないからもう。中吉、あんたこの車舐めてんじゃないの？ Break the rules and speed. Okay.私は構わないが、大丈夫かね？君は持ち時間を使い切って一分将棋になっているが。ええ、今の僕にとって一分は無限ですから。ああ、あの時の。An enemy, that's true. 父は自分の門下生たちの面倒で手一杯らしくて。ええ、リー。名人に。ああ、あの時の。私は勝俣美奈。父は自分の門下生たちの面倒で手一杯らしくて、羽田名人にお願いしたんです。で、彼女は私のライバルで、宇龍翔子です。美奈さんと共に女流名人目指して頑張ってます。じゃあ、いつもこの二人と将棋を？いや、彼女たちだけじゃないよ。あ、菱沼さん、先に戻ってるみたい。本当だ。Oh no.菱沼さん、名人が彼女連れてきたよ。え、マジで？僕、名人にいつもお世話になってる菱沼康介です。いつもお世話になってる菱沼康介。マジで？僕、名人にいつもお世話になってる。 I smell that their death gonna どうも。 Okay. 彼も勉強会の参加者の一人だよ。いやあのユミさんに会えるなんて光栄だな。彼は太閤名人の大ファンなんですよ。その寝癖スタイルも名人にあやかってセットしてるんだよね。It's never a good thing when three people meet in Conan. はナチュラルだけど。でも困ったな。コーヒー人数分しか買ってないや。あ、まあここのコーヒー味が落ちてるから。インスタントコーヒーと変わらないけど。え、そうなの？ああ、飲んでみるかい？どれどれ。本当だ、味落ちてる。ちょっとぬるいし、猫舌の私にはちょうどいいかも。それに比べて私が買ってきたパンは出来たてほかほかだよ。マジか。本当だ、あったかくて美味しそうだ。あれ、いつもの熱々のカレーパンがないわね。ごめん、ちょうど売り切れだったの。あ、ねえ、あのアイスはちゃんと買えた？今日はそんなに混んでなかったから、キンキンに冷えたのがすぐに買えたわよ。ほら、冷めた。ちょっとやめてよ、もう。カレーパンの恨みよ。立ち話もなんだし、中に入ろうか。それがさっきから部屋番号を押してるんすけど、源田さんの応答がなくて。ねえ、源田さんって？ん？ああ、源田康清っていう騎士で、部屋で待ってるもう一人の勉強会の参加者だよ。待ちくたびれて寝ちゃったとか？それはないって。私たちがあの部屋を出てから10分も経ってないわよ。じゃあ私、一応合鍵預かってるから、これで入ろうか。そうだね、ちょっと心配だし。レピソール。オッケー。みんなでお金を出し合ってこのマンションの部屋を借りてるのね。ええ、勉強会のために。5等分すると割と安く済みますから。
当分ってもしかして中吉もお金を出してるの？いや、本当はもう一人勉強会のメンバーがいたんだけど、うつ病になっちゃったらしくて。そうなんだ。I don't know anything about Shogo, but my grandma used to teach me Domo. And I still didn't know anything about it, but she loved it. It's dead. Okay. He's the only one was staying here. So. どこにもいないわね。買い物にでも出たのかな。まさか玄関の鍵を開けたままでかい。Oh, she has the spare key. So there is two suspects. 源田さん。源田さん。死ぬまさん。源田さん。They someone shocked him to death. Damn it! No heartbeat. Conspiracy? My arm was cut off. The game? Oh, wait. Is this it? Yumi, please contact the police. And please call the ambulance. Understood.もしもし、美和子。やばいよ、源田さん。全然動かない。どうなの、菱沼さん。息をしてないんだ。そんな、まさか死んじゃってるんじゃ。Despite he's a Shogo player, he still has the sense of the detective, just like his family.Well, it's all not detective, but what? Yeah, this can't be the end. See you all in a second. Woo! Woo! Okay, let's go. なるほど。由美の彼氏である羽田秀吉名人の浮気を疑って後をつけてみたら。名人と若手棋士たちがこのマンションに集まって将棋の勉強会をやってることが分かり、勉強会の会場であるこの部屋にやってきてみると、この源田康清棋士が殺害されてたのね。やはり絞殺のようですね。被害者が抵抗した痕跡の吉川線もありますし。ええ、となると首に残った跡から見て、凶器は遺体のそばに落ちてる。この電気コードで間違いないよね。How? It needs someone strong to. ユミタン、僕の浮気を疑うなんて。だって中吉、行き先いつもごまかして。ストローアクション。女性と一緒だって言うとユミタン怒るだろう。私はそんな器の小さい女じゃありません。いや、かなり小さかったけど。そこ。無駄話しない。はい。And all right, everyone, to the next episode. Woo! Okay. All right, we're back. 太鼓名人の将棋盤領主編。Brilliant move.名人とユミとコナン君がここに来る前、源田さんを部屋に残して、I would say she did it. 出たっていうのは、はい、自分は簡単につまめるものを作っておくからって。いつもそうでした。簡単につまめるものって？クラッカーにチーズとか生ハムとかを乗せたものです。対局中につまんでも手が汚れないので。ああ。だから。僕たちが買い物に出てた10分の間に誰かが来てこうなったんだと。玄関の鍵開いてたし、きっと私たちが戻ってきたと思いドアを開けたんじゃ。
Wait, but yeah, but she was out. Yeah. それはないですよ。僕は近くのコーヒーショップからホットコーヒーを人数分買ってきましたから。ちょっとぬるめだったけど、ちゃんと買ってきたよね。うん。味が落ちてるって聞いたので、下のエントランスのところで飲みました。しかし、ぬるめのコーヒーならインスタントコーヒーを使えば給湯器のお湯でも。 That's true。今ちょうど給湯器が壊れてて、水しか出ないんです。 修理の人呼ばなきゃって言ってたんですけど。He's the only one actually。それもこの前僕が壊しちゃって。でもあのコンロは？あれを使えば、お湯を沸かせるわよね。それはそうですけど。ああ、でも源田さんを見つけた。Okay, okay. I don't think。すぐにコンロの上に持ってた袋を置いてたから、袋の底を確認してみてください。Okay, it's not her.変わったところはありませんけど。だったらそのコンロは使ってないはずです。私たちが買い物に出てたのは10分ぐらい。そのコンロでお湯を沸かすと15分ぐらいは熱いままなので焦げたり溶けたりするはずです。なるほど。じゃあこのパンを買ってきたのは？私です。私、その店のパンにハマってて、店も近いしいつも買ってきてたんです。 でも、パンなら前もって買っておけますよね。買ってきたのは、ほかほかのパンです。本当に温かくて美味しそうでしたよ。でも、揚げたてのカレーパンがなかったのは残念だけど。一番人気だから売り切れてて。まあ、電子レンジもなさそうだし、パンを温め直すのは無理ね。では、ウリュウさんは何を買ってきたんですか？あ、はい。 アイスクリームです。この近所に新しくできたお店で、一度買ってきたらみんなの評判が良かった。アイスクリームスティル箱に入ってた。ああ、いや。That's why it didn't melt。冷凍庫に入れてる場合じゃなかったので、買ってきた時はキンキンに冷えてたわよね。うん。けど、アイスならこの冷凍庫にこっそり入れておけば。買い物に行く前 他に足りないものがないかみんなでチェックしたけど。Some shops actually have ice. I don't know what it's called. Keep it's called all the time. But this one doesn't. So I think この殺人はやっぱり 外部犯。しかも連続殺人の可能性が高い。疑惑で失踪中だった錦戸君春樹氏の遺体が発見された事件で、遺体のそばに置いてあった将棋盤の足が一つ切り取られていたことが公表されたのは今日の午後。そして源田騎士の遺体のそばの将棋盤の足は二つ切り取られている。 マスコミ発表から2、3時間しか経っていないから、模倣犯は考えにくいってわけ。それで皆さんは錦戸騎士と面識は？いえ、僕たち3人はないんですが、亡くなった源田さんと錦戸さんは仲が良かったみたいです。もともとこの勉強会は錦戸さんがやってた会で、メンバーも錦戸さんと源田さん、それから 最近うつ病になってしまった。おお。僕と同期でプロ棋士になった瓜生金次の4人だったそうです。おお。瓜生？ああ、瓜生金次は翔子さんのお兄さんなんです。その4人なら僕のところにも噂が届いています。もうサスペクト。最近めきめき力をつけてる4人組がいるってね。でもどうしてその錦戸って棋士は勉強会をやらなくなったの？ うん。錦戸君だけ勝ちまくって昇級してしまったからじゃないかな。昇級するともっと強い相手とやりたいからね。ところで、Wait, what? なぜ錦戸君だけ勝ちまくって
しまったからじゃないかな。昇級するともっと強い相手とやりたいからね。ところで、なぜ騎士？ Maybe he's not good in true。それは原因は兄の金次が自殺したからだと思います。Oh. 自殺？どうして？それがわからないんです。わからないどころか、その頃金次さん絶好調で勝ちまくってて、昇級するのは確実って言って前祝いまでしたのに。あ、ミナは兄と付き合ってて。じゃあ自殺の原因はわからないのね。The hell is this group? 亡くなる少し前に将棋連盟の人に呼ばれたとか言ってたけど、それで金次が自殺した頃から岸本さんはうつ病になってしまった。Everyone died。金次のことをすごく目にかけていたらしいので、その後勉強会の人数が足りなくなって僕に声がかかり、僕が彼女たちも誘ったんです。あ、まあこの二人、金次が亡くなってすっかりしょげていたから元気づけるためでもあったんですけどね。とにかくその岸本騎士に話を聞く必要がありそうね。うん。ウリュウ騎士が自殺したわけを知ってるかもしれないし、うん、その自殺が二人の騎士の殺人に関係があるかどうかも。二人だけじゃないかも。お将棋盤の足はまだ二つ残る。おお、殺人はまだ続くってことか。 OK, not exciting, but just こらみんなを不安がらせてどうすんのよ。でも、ちちちゃんならきっとこう言うと思うよ。それで岸本騎士の住所わかる？ Oh yeah, two left. 住所までは確か銭湯のそばの一軒家だったと。銭湯？見た方がわかるかも。ここから見える。Oh, he's dead now. そばの煙が上がってる。Yep, only two one left now. 岸本さんの家のあたりじゃ。まさか。次は岸本さんが狙われて。一体なんで？とにかく。現場に行ってみましょう。あなたたちは自宅に帰って待機してて、くれぐれも勝手な行動は控えるように。The better も狙われているかもしれないってことは。The better stay together, not go alone. 弓長警部、状況は？なんとか全焼は免れたが、中にいた住人は黒焦げだよ。遺体に生活反応がなかったから火事になる前に亡くなっていたようだが。直腸温度がそんなに下がってなかったから、熱く少し前まで生きてた可能性があるって検視官が言ってたぜ。少し前ってことは、米花町のマンションで殺害された騎士の後に？ああ、めぐれに聞いたよ。現場に将棋盤があったんだってな。実はこっちの火事場からも出てきたんだよ。騎士が三つ切り取られた将棋盤がな。じゃあ。やっぱり連続殺人。源田騎士から立て続けに。OK, go save the last one. 例の自殺の原因とか聞けなくなっちゃいましたね。他の関係者に当たってみましょう。Wait, maybe the last one. それよりなんでここにコナン君がいるんだ？あ、いや、これはそのいつの間にかパトカーに潜り込んでって。Or maybe the last one is a murder. 突然押しかけてすみません。こんなところに引っ越していたんですね。おや？なんで僕がここへ来たかわからないって顔ですね。実は君に自首を勧めに来たんです。君ですよね。米花町のマンションで源田さんを殺害した犯人。You can't go to him like that. What if you have a gun or something?連続殺人事件、共通点は全ての殺害現場に置かれていた将棋盤。八尾町疑惑で失踪中に撲殺遺体で発見された錦戸騎士の傍らには足が一つ切り取られた将棋盤が。米花町のマンションで絞殺遺体で発見された源田騎士の頭の近くには足が二つ切り取られた将棋盤。そしてそのすぐ後、自宅が火事になり遺体で発見された岸本騎士の現場からは
足が三つ切り取られた将棋盤が見つかった。There is still one。詳しいのは第二の殺害現場から被害者の源田騎士だけを残して買い出しに出かけた三人。岸沼康介騎士はコーヒーショップで人数分のホットコーヒーを。勝又美奈女流騎士は焼きたてのパンを。そして宇流翔子女流騎士はアイスクリームをそれぞれ購入していた。Oh, how can one of them really this smart to do? Okay, they could actually. But instant coffee で作れそうだが、給湯器も電気ポットも壊れていてお湯が使えず。They don't look like someone, you know, gonna go and murder or murder.電子レンジのないあの部屋であのパンを温めることは不可能だ。翔子さんが買ってきたアイスクリームもちゃんと冷えてたみたいだけど、クーラーボックスがあればあらかじめ買っておいたアイスクリームを保冷することはできる。でも部屋に来た時3人とも軽装だったらしく、yeah. そんなものを持っていたとは考えにくい。しかも部屋の鍵は源田さんと美奈さんしか持ってなくて、 Yeah, that's the only thing. 子さんが少し前に来てクーラーボックスを置いておくことはできないし、もちろん岸沼さんも保温ポットの類を置けやしない。そもそもあの3人に岸本騎士は殺害できるのか。 Yeah, it's confused. 課長のマンションで源田騎士の絞殺遺体をみんなで発見してから、現場に到着した佐藤刑事たちがいろいろ調べた後、岸本騎士の家はどこかという話になり、窓からその家を確認した際に岸本騎士の家が火事になっていることに気づくまでの約3時間、あの3人はずっと俺たちと一緒にいた。火事の現場から見つかった岸本騎士の遺体は生活反応がなく、火事になる前に亡くなっていたようだけど、遺体の直腸温度が下がりきっていなかったという弓永警部の話を踏まえると、火事になる少し前までは生きていた可能性が高く、あの3人に岸本騎士の殺害は無理ってことに。無理だぜこんなのよ。Oh, it is a hint. No, quality.また一号が出やがってよ。三号は出ねえようになってんじゃねえのか、このカプセルトイ。源太くん、世の中そんなに順番通りに行きませんって。かき混ぜたら出るんじゃねえのか。Come on, quality, please. Okay, one second. カプセルトイトイで熱くならないでくださいよ。何？あなたもカプセルトイに興味あるわけ？いや、そういうんじゃねえけど。今何かすごいヒントをもらった。Yeah, like always. 電話。ユミさん。The quality doesn't want to fix. ユミさん、どうしたの？え？太閤名人が家に帰ってこない？夕べから？ええ。夕べ遅くに知り合いに会うから遅くなるって言って出かけたから、帰ってくるのを待たずに寝ちゃったんだけど。起きたらいなくて、きっと帰ってきて朝早くまた出かけたんだと思ったのに、どこに問い合わせてもいなくてさ。あの3人の騎士の家とかには？あ、ええ、電話してみたけど3人とも知らないって言うから。 Why did he go alone anyway? あんたが知ってるかもって電話したのよ。そういえば太閤名人、遺体を見つけて警察が来る前、おーまさか何かに気づいてた。Oh, that's why. 事件があったマンションから帰るとき、太閤名人に何か変わった様子はなかった？なあ、変わったってほどじゃないけど。I really don't like the quality. Okay, in here is so good, but in here is really low. Yeah. One sec. Alright, we're back. Sorry, sir.騎士とマンションから出たところで、中吉が突然忘れ物したって言って鍵を借りて中に戻って行ったのよ。こっちに戻ってきた時に何を忘れたのって聞いたら、
勘違いだったって。なんだ、名人は一体何を？Yeah, he didn't say anything. Wait, what did she say?ショックだったんじゃ。結局浮気じゃなかったみたいだし。ちょっと尾行しただけでギャーギャー騒がないでくれる。ちょっと尾行って刑事じゃあるまいし。あんたらはいいわよね、仲良しで。ゆうべもなえこちゃんと意見が食い違って大喧嘩したばっかりで。だってクリームシチューご飯にかけて出したら笑ってバカにするんだもん。普通かけないだろ、カレーじゃないんだから。お腹に入ったら一緒だし、洗う食器も一枚で済むじゃない。だって、クラブでなんか悔しい。ジェラシー。ここは。He spray him with sleeping pills. 実は君に自首を勧めに来たんです。とりあえず。中でじっくり話しましょうか。You can't do that. Oh, you killed someone. Let's get in and talk. 気絶させられてこういう状況というわけですか。The thing he didn't stab you. 後ろ手に縛られてるけど、スマホはズボンの後ろポケットに入ったまま。なんとか取り出せそうだけど、電話をかけることはできそうに。She couldn't find his location.その勝ち筋は潰させてもらったよ。Well, he captured the biggest player actually. So yeah, he's effed. All right, see you in a second. Woo! All right. 珍しいな。坊やが俺に電話をかけてくるなんて。しんちゃんから？え、周吉が行方不明？殺人事件に関わった後でか？うん。もしかしたら太閤名人、犯人が分かって会いに行ったかも。容疑者は3人とも同じ騎士だから自首するように説得するために。とにかくその事件の詳細を。I was confused. Who is this? 今なら世界屈指の推理マニアを存分にご利用できますよ。なるほど、被害者が増えていくたびに将棋盤の足が減っているというわけか。でも足の数はフェイクだということはもう気づいているような。ああ、でもさっきも I like this。 その3人にはアリバイがあって、赤井君の弟さんが何かに気づいた様子だと言っていたが、なぜそうだと思ったんだね。確か名人が前に立ってた人を避けて遺体を覗き込もうとキッチン台に手をついた時、何かに触れたみたいで手を押さえてたんだ。暑かったか冷たかったかわからないけど、その時目つきが変わったから。その時キッチン台に乗っていたものは？大したもの乗ってなかったよ。製氷皿が2つにミキサーにトースターだったかな。ふん、あるじゃないか。その3人のうちの1人が作り出せる魔法の道具が。ラモン、どこに？あ、そっか。とにかく事態は急を要するようだ。赤井君と合流して弟さんの身の安全を確認してくれ。頼んだよ、江戸川コナン君。え、わかってる。うん。お、yeah, no preview.I like this. His father and Akai. Yeah, Akai. Why do I keep saying Akira or Akira? I still think his name is Akira, not Akai. This is new, you know. He's asking his dad for Akai for help.Sorry for all the cuts and stuff. A lot of stuff bothered me, so. But for you, it's only a second. Okay.
For me, it was half an hour. Another half an hour. Okay. Thank you all for watching. And see you all in the next one. Maybe next week will be one episode.